グラント軍はアメリカ合衆国のオクラホマ州にある軍。2000年時点での人口は5144人で、軍庁所在地はメドフォード。現在のグラント軍周辺はもともとチェロキーの人々の土地だったが、1893年9月16日に合衆国の要求に応じて開拓者らに解放された。開拓者らはこの地域を元大統領の ユリシーズ・グラントにちなみ、総選挙が行われた1894年11月6日に、グラント軍と名付けた。また、軍内の最大都市である、メドフォードは選挙中の1908年5月27日に、軍庁所在地になった。アメリカ合衆国国勢調査局によると、この軍は総面積2599平方キロメートルである。 このうち2591平方キロメートルが陸地で8平方キロメートルが河川や湖障などの水域である。総面積のうち0.30%が水域となっている。2000年の時点での軍の人口ピラミッド2000年の国勢調査によると、グラント軍には5144人、2089世帯及び1456家族が暮らしている。 人口密度は2、平方キロメートルで、1、平方キロメートルの平均的な密度に2622件の住居が建っている。この軍の人種の構成は、白人95.31%、黒人0.08%、先住民2.45%、アジア系0.14%、太平洋諸島系0.02%、 その他の人種0.70%及び根結1.30%で1.85%の人々がヒスパニックまたはラテン系である。グラント群に住む2089世帯のうち30.70%は18歳未満の子供と暮らしており60.40%は夫婦で生活している6.30%は未婚の女性が 世帯主であり、30.30% 30は、家族以外の住人と同居している。28.40%は独居で、全世帯の15.80%は65歳以上の、独居老人世帯である。1世帯あたりの平均人数は2.42人であり、家庭の場合は2.95人である。軍の住民は25.20%が18歳未満の、 子供で、18歳以上24歳以下が6.50%、25歳以上44歳以下が24.10%、45歳以上64歳以下が22.80%、及び65歳以上が21.40%となっている。平均年齢は41歳である。女性100人ごとに対して男性は9 4 4 0に似て、 18歳以上の女性100人ごとに対して男性は94.80人いる。軍の世帯ごとの平均収入は28,977ベードルで、家族ごとでは35,833ベードルである。男性の26,837ベードルに対して女性は19,036ベードルの平均的な収入がある。 この軍の一人当たりの収入は15,709米ドルである。総人口の13.70%、家族の10.50%は貧困線以下である。18歳未満の子供の19.60%、及び65歳以上の11.90%は貧困線以下の生活を送っている。グラント軍では、下記の地点が、アメリカ合衆国国家歴史登録罪に、 登録されている。ありがとうございます。